JR 東日本の長野新幹線車両センターでは、今日車両の避難訓練を実施しました。去年10月、台風19号による大雨で、こちらの車両センターでは10編成120両が浸水し廃車となりました。今日の訓練では、車両センターでの浸水被害を回避するため、車両を避難させる乗務員の手配や、車両を移動させる手順などが報道陣に公開されました。